石井直彦は、日本の政治家、埼玉県行田市長、元行田市議会議員、商業高校卒業後、野村証券に就職、在籍中に、明治大学小学部小学科に入学し卒業、島忠に転職し店舗開発を担当したが、経営方針で対立して30歳で退職、ソロン塾を開いた。2003年、 行田市議会議員選挙に立候補して初当選。市議1期目の時に明治大学大学院で学ぶ。2007年、行田市長選挙に立候補するも候補者4人中裁会で落選。この選挙で初当選したのは元市職員の工藤昌氏であった。2011年、市議に帰り咲く2015年、市議に3期目の当選。 2019年2月25日、人気満了に伴う行田市長選挙に立候補する意向を表明した。同年4月21日執行の市長選では、行田市、河野市、北本市の3市で合意している。河野市内での広域ごみ処理場建設に反対し、行田市に作るべきだと市長。自由民主党、立憲民主党、国民民主党、公明党、 希望の党の推薦を得た現職の工藤正氏を破り、初当選を果たした。5月1日、市長就任。当日有権者数、68,154人。最終投票率 52.、52.65%。ありがとうございます。